超便利ブラシ。三つ編みって複雑で難しい。そんな時は三つ編みブラシを使おう。ブラシツールを開いて右上の検索ボタンで三つ編みを選択します。わー、めちゃくちゃ三つ編み。髪の色をスポイトして三つ編みをつけたいところをなぞると、簡単に三つ編みが作れる。楽ちん。三つ編みの不透明度を薄くして余分なところを消しゴムで消す。影がついていないので影を回復する。めっちゃクオリティの高い鎖ブラシもあるよ。このツヤ感やばくない？アイビスペイントには便利なブラシがたくさんあるから使ってみてね。ご視聴ありがとうございました。アイビスペイント。